はい、牛乳を使ってプリンを作るというものなんですけども、これは事前に作ってあるんですね。まあ、プリンって言いますか、その牛乳を固めて、まあ、ヨーグルトみたいになってますね。プリンというかヨーグルトみたいな、もちろんこれ食べられるんですけども、どうやって固めるかっていうと、今こちらで、牛乳を温めてる生姜に含まれる酵素ですね、タンパク質分解酵素で、プロテアーゼっていうね分解酵素が含まれているんですけど、生姜を、まあ皮のままやってもいいんですけども、まあ、見苦しいので皮を、剥いでるんですけども、これをですね、まず生姜をおろしますね。もちろん 生生姜です。生生姜で酵素が、まあ、酵素が元気な状態の生姜ですね。はい、すりおろした、生姜をこっちのプラカップですね、こっちに移す感じになります。あとは、加熱しておいた牛乳ですね、70度ぐらいまで温めればいいんですけど、まあ、事前に火にかけて、まあ、火にかけなくてもね、湯煎でもそのぐらいの温度になるんですけども、まあ、75度ぐらいになっちゃうと一部固まり始めてしまうので扱いづらくなるので、まあ、大体70度ぐらいを目指して温めてあります。温めておきます。はい、まあ、牛乳を固める方法っていくつかあると思うんですけど、ゼラチンですとかね、レモン入れて塩石させる方法ですとかね、そういうことあると思うんですけど、これは生生姜の酵素を使って固めるという方法です。70度ぐらいですかね、少し冷まして、冷ますぎるとね酵素自体が失活してしまうので、まあ、70度ぐらいだったらこうやって手で触っても大丈夫ぐらいのレベルですね。ちょっとだけ冷まして、はい、もうだいぶ冷めてきました。今70度切ったぐらいなんですけど、牛乳もねあんまり温めすぎるとね、もう、まあ、ご存知の通りこう表面にこう薄皮が出てきてしまうんですけども、まあ、このぐらいで70度切ったぐらいで、先ほどの生姜を入れた器の方に一気に注ぎます。あとはラップをかけて、まあ、粗熱を取った後冷蔵庫に入れればですね、まあ、まあ冷たいプリンのようにですね、まあ、冷たい状態で美味しく食べられるということですね。もちろん冷蔵庫入れなくても固まってくるので、まあ、そのまま食べられないことはないんですけどもね、まあ、大抵の人は冷蔵庫に入れてこう固めた状態で、食べてる人が多いと思います。まあ、味を楽しみたい場合はですね、ちょっと操作省略したんですけども、砂糖をね事前に入れておくと、食べ物としてはですねより美味しくなるのではないかなと、そんなふうに思います。少し冷ましておいたんですけど、まだ触った感じだいぶあったかいですね。温度計見ますとまだ42、3度あるんですけど、この温度でもだいぶ固まってきて、まあ、ゲル化が進んできたのが分かります。もうプルプルしてる感じしますね。これで粗熱だいたい取ったら、あとは冷蔵庫に入れればしっかりと固まるんじゃないかと思います。